平成18年台風第21号は2006年11月に発生しフィリピンやベトナムなどに甚大な被害をもたらした台風である。特にフィリピンでは同年8月に起きたマヨン山の噴火と相まってラハールが発生しルソン島などで被害がより顕著となった。新路図2006年11月26日フィリピンの東で 台風21号が発生し、アジア名、ドリアンと命名された。命名国はタイで、その名の通り果だもののドリアンを意味する。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、レミングと命名している。台風は、フィリピン方面に向けて精神し、27日には、ヤップ島に接近して、同島を強風域に巻き込み、29日頃からは、 急速に発達し、わずか1日で60ヘクトパスカルも、中心気圧が低下して、非常に強い勢力となった。そして30日午前に、フィリピンのルソン島南部に上陸。西に横断して一旦は、ラガイ湾に抜けた後、再び半島部に上陸した。ルソン島横断後は、南シナ海へ抜け、その後ベトナム南部に再上陸して、タイランド湾において消滅した。この台風は、 フィリピンとベトナムに特に大きな被害をもたらした。台風の直撃を受けたた、ルソン島では、同年8月に発生したマヨン山の噴火と相まってラハールと呼ばれる現象が起き、山腹や山陸などにあった火山堆積物が泥流化して、下流の集落や農地、公共施設などに襲いかかり、死者620人、行方不明者710人、 東海家屋約9000という被害が発生。台風の接近に伴い、マヨン山周辺では30日の午前中から風雨が強まり、11時から17時までの6時間雨量の総計は400ミリメートルを超えた。すなわち、平均して時間雨量60ミリメートル以上の豪雨が6時間も続いたことになる。この集中豪雨により、アルバイ州、レガスピッシュなど、 マヨン山周辺の広範囲にわたり、大規模な米流災害が起きた。フィリピン国内での総合的な人的被害は、死者734人、行方不明者762人、負傷者762人となっているほか、被災者数は353万6342人にも、上り、被害額は1億900万ドルに達した。ベトナムでは、死者85人、 行方不明者10人、負傷者1360人の人的被害が発生したほか、120万人が被災し、12万件もの家屋が被害を受け、経済被害4億5600万ドルとなった。ベトナム南部は低緯度ということもあり、強い台風の来週はあまり多くなく、たとえ勢力が衰えつつある台風であっても被害が拡大しやすい。この台風のアジア名、ドリアンは、 この台風限りで使用中止となり、自順からはマンクットというアジア名が使用されることになった。しかし、マンクットも2018年の台風22号限りで使用中止となったため、最終的にはクラトーンというアジア名に置き換えられた。さらにこの台風のフィリピン名、レーミングも同様にこの台風限りで使用中止となって、自順からは ルビーというフィリピン名が使用されることになったが、このフィリピン名も2014年の台風22号限りで使用中止となったため、自順からはロジータというフィリピン名が使用されることになったが、このフィリピン名も2018年の台風26号限りで使用中止となったため、最終的にはロサールというフィリピン名が使用されることになった。ありがとうございます。